アジ散歩。今年もまたでも連戦続くからね。ACL が一番すごいですよね。はい。日本と海外の違い。クラブハウスが全然違くてボロボロで、そこが一番驚きました。サッカーの違いは？ポジショニングとかもうめっちゃ徹底されてたイメージはあります。ちょっと次いきますね。はい。ボールダッシュのコツ。これ聞きたいな。ボールダッシュ。井手口陽介って言ったらやっぱもう相手のボールを取るっていうことがやっぱり長けてるから、これあの前回も山本選手が言ってた、やっぱりあの陽介のそのボールを取る技術とかそういう寄せの速さっていうところはすごいって言ってた。これコツなんかある？コツっていうかあんまちょっと言いづらいっていうか、なんて言ったらいいかわかんないですけど言いづらいじゃないです。まあ意識はしてないですけど、まあここに来るかなとか。あ、まず予測をすんねや。はい、はい、あ、この選手にボールが来るかなっていう予測をして、はい、してからわざとこのスペースを空けといて蹴る瞬間にそこのコースを消すとか。あー、なるほどね。はい、ある程度選手が縦パスを打ってくるコースをわざと空けといて、はい、そこに相手のこうフォームを見た瞬間にこうパッて入るんやね。はい、下向いた瞬間に。アプローチ早かったらさ、アプローチ行きました、止まりました、今度反転するときがみんなやられるやん、早すぎたら。はい、ゆっくり行って止まってターンするのは簡単やけど、陽介の場合さ、はい、結構もうほんまダッシュで行ってストップして、で相手にこう抜かれてもついていけるやん。あれはすごいよね。けど、うん、そこはあれですかね、その行くだけじゃなくてそのままついていくっていうのは意識して行ってます。普通のね人はねなかなかねついていけないんよ。そんだけ早いアプローチした後に相手がクッてかわされるとなかなかそこについていけないから、それのコツを教えてほしいよコツ？コツないよ。ないです。ないよ。はい、あれはもうみんな聞きたいと思うで。あれそうなんですかね。そうやで、相手の間合い詰めて、あ、でも詰め切るからついていけるんかな。そうなんですか。逆に仕掛けられるよりか自分から奪いに行く。あ、なるほどね。その方が多いですかね。自分から相手の距離を縮めて自分の前に持っていくんや。あ、はい、そうです、それです。それでええの？大丈夫？はい、それでいいです。それ相手とのその距離ってどのぐらいとかってある？あの詰める距離っていうか、だいたいこの感じ、この感じで詰めたら取れるみたいな。いや、難しいな。それ自分の感覚かもしれないです。自分の感覚。これぐらいやったらいけるなとか。でも一歩やったら大きいでしょ。はい、ちょっと半歩。半歩ぐらいやね。はい。なるほどね、寄せの速さね。じゃあ、はい、次いきます。これ人生のターニングポイント。人生のターニングポイントやあるやん。でもガンバに入ったことも海外行ったこともそうだし、また戻ってきたこともそうだし、キャンプで、あ、笑い、今日
カメラ目線で右足出して腕振りです。はい、はい、キャンプで初めてプロ の、 あのトップチームのキャンプに参加させてもらった時に、うん、カジさんと一緒の部屋になったことです。うわ、嘘です。いや、そうやろな完璧言わしてるみたいな感じだよ今あの時さ、風邪ひいてさ、はい、ひきました、最後の方に。ほんで夜中になんかトレーナーに起こされて、トントンっつって、で、いや、陽介がなんかインフルエンザかなんか風邪ひいたからちょっと別の部屋に移ってくれるって言われて、夜中夜中に言われたんですか。言われた。へえ。なんだ、大迷惑やな。すいません。覚えてるわ。人生のターニングポイントない。あのドイツ行って2回膝怪我したことですかね。怪我したことがターニングポイント。そんなサッカーしない時が初めてだったんで、しんどい思いというか、そういうなんていうの、思いを。スタンが初めてだったので、今までは普通にもう淡々とサッカーができてた状況から怪我して、はい、サッカーできない状況になった時のその気持ちがね、はい、自分の成長にもでもつながるよね。いろんなこと考えれるしね。はい、そうですね。何考えてたの、その怪我の時は。まあ、その最初のスペイン移籍した時の半年間試合に絡めなかったその悔しさとかもあって、うん、でドイツに来てやっと試合出始めれたなと思った時に怪我をポンポンって2回してしまったんで、すごいなんていうのな、違う種類の悔しさがあったんで、絶対2回してやろうじゃないですけど、そういう反骨心っていうか、そういう気持ちが持ってたのがすごく、人としてもなんか選手としてもちょっとでも成長できたかなとは思います。ああ、そういう気持ちにね。普通でもまあさ、出られへん、試合に出られない、怪我してまた出られないってなったら、ああもう俺はダメやって思わずに、まあ、それをバネに、まあ、もっと頑張ろうっていう気持ちになれたっていうのは、はい、よかったよね多分ね、はい。まあ、そういう気持ちになる、なれる人が少ないからね。でもね、なかなかやっぱ落ち込む人の方が多いよ。やっぱ最初はやっぱり落ち込みました、結構怪我した時は。でもさ、落ち込んでもさ、考えてもさ、しょうがないよね結局。まあそうですよね。よく考えたら何にもプラスにならへんしさ、はい、で考えても解決するわけでもないしさ、出られへん試合に出れない言ってもやるしかないんやからさ、はい、もうポジティブに考えるしかないよね。自分を伸ばしていくしかね。はい、でもそうやって考えれる大人になったね。ありがとうございます今日はもうお疲れのところありがとうございました。いや、全然大丈夫。また出てください。あ、もう大丈夫です。あ、もう大丈夫だよ大丈夫じゃないいや、もう今日のゲスト、井出口洋介選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、カジ散歩見てください。はい、はい、見ます。はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今回のゲストはなんと初登場、市森選手に来ていただきました。どうもお願いします。レノファ山口時代の社会人経験。レノファ山口からはアマチュア契約で栄養費5万とか。いや月1万です。実質収入は10万円。いかないです全然いかないぐらいです。へー、はい、すごいね。